承認セミナー、痛み管理の革新2 0 0 2日シリー・ソンダースは、イギリスの優れた医師で、世界各国の数多くの大学と交流を持つ、著述家でもある。メリット勲章の受賞者であり、大英帝国勲章デムコマンダーのデムシャクりを有する。そのため、正しくは、デームシリー・ソンダースと呼ばれる。彼女は、ホスピス運動の誕生にあたって、重要な役割を果たし、また、 近代医学における緩和医療の重要性を強く強調することでも知られる。シシリー・サンダーズとも死にゆく人の尊厳という言葉を定義した。彼女はローディーン、オックスフォード大学のセントアンカレッジ、イトマス病院に学校、そしてナイチンゲール看護学校で教育を受けた。その後、1967年、自らセイクリストファー病院に、 ホスピス病棟を開設以来、ここで働いてきた。彼女は、英国内会司会、英国看護協会、そしてイングランド王立外会司会のそれぞれ会員でも、ある。2005年、セントクリストファーホースピスで87歳で死去。1950年代までの医療は、モルヒネなどの鎮痛剤を中毒になりやすく危険であることを理由に、 末期患者に対して使うことを控える傾向にあったが、サンダーズは、そのようなやり方を改め、患者の肉体的な苦痛を改め、精神的、心理的な苦痛を緩和し、安らかに余生を送ってもらえるような緩和ケアを実践した。このような医療は、ホリースティック医学、全人的医療と呼ばれることもある。なお、セントクリストファーホースピスは、寄付によって運営されている、慈善団体で、 入院費用は原則として無料である。ありがとうございます。